物流魂始まり始まり。うわー、ご住職、ご住職がガキから浮いたぞ。誰か。今日は平成5年の4月3日街道祭りの準備の真っ只中、明神寺の桜は満開でまさにお祭り日和です。みんなが一生懸命準備をしています。美しい桜が咲き誇る中、あんな大事件が起こるなど誰にも想像できませんでした。明日の街道祭り楽しみだね。そうだね、明日は晴れるといいね。みんなで一生懸命準備ご奉公しているんだ、きっと晴れるよ。子供たちも楽しみにしてるしね。よし、ご住職にも喜んでいただけるように頑張って準備しよう。よし、頑張るぞ。午後4時過ぎ、お寺ではみんなで提灯の準備などをしていました。その時、まさかの大事件が起こったのです。うわー、ご住職、ご住職がガキから浮いたぞ。誰かー。どうした。何が起きたの。ほんの数分前、ご住職は坂から自転車を走らせていたところ、自転車のブレーキが効かなくなり、柵を破って数メートル下に落ち、体を打ちつける大事故を起こしました。尋常ではない叫び声に、ご奉公者たちは一斉に声のする方へ走っていきました。大日本堂前の坂にはご住職が倒れていました。ご住職のお体からはアスファルトを真っ赤に染めるほどの大量の血液が流れ、坂の下に流れていくほどでした。ご住職、ご住職、誰かとにかく救急車を呼んでくれ。成人士が駆けつけ、この状況を見てすぐにみんなに向かってこう叫びました。とにかくご法税、とにかくご換金を、お題目を唱えないと。早くご法税。成人士の指示に従い、みんなは本堂へ急ぎ、必死にお題目を唱え始めました。これが明神寺の歴史に残るお授業の始まりでした。助けてください、助けてください、南明法蓮華経。ご住職のためのお授業は、成人士、お講師を中心にみんなが心を一つに、ご住職が良くなるように一生懸命お題目を唱え続けました。毎日のように泊まり込みでお授業する人、家事を投げ打ってお授業に参加する主婦、疲れているはずの仕事帰りにお寺を参りしお授業に参加する人、片道2時間もかかる場所から定期券を買ってまでお授業に通う人、みんなの熱意と誠意は本堂から1秒もお題目を絶やすことはありませんでした。ご住職をどうかお助けください。南無妙法蓮華経。ご住職お目覚めください。南無妙法蓮華経。ご住職の事故から22日後の4月25日、ご住職不在の中、妙心寺ではお会式が報酬され、大勢のお参詣でにぎわっていました。お会式が終わり、ほっとしたのもつかの間、ご住職が急変したのです。あとは心臓が止まるだけです。やれるだけのことはします。熱さましの注射を打ちましたが、高熱で下がりません。とにかくお寺に戻ってお換金をあげさせていただきます。今にも死んでしまいそうな状況に、お医者さんや看護師さん、家族のやりたりはとても辛いものでした。誰もが絶望を抱きそうになりながらも、苦しみの気持ち、辛い気持ちを題目に変えることで絶望が希望に変わりました。誰もがもう一度改めてご住職の回復を一生懸命に願ったのです。そして5月21日奇跡が起こりました。午前中に横浜に大きな地震が起こり、病院も揺れたのではないかとみんなで心配していました。そこに病院から電話が入りました。病院に来て。なんとご住職が地震の後目を開いたのです。わかる？ご住職わかる？
この問いかけにご住職はしっかりうんとうなずきました。意識が戻っただけでも奇跡でした。すべてを正常に把握できる状態で目覚めたのです。ご住職ご住職は呼びかけに右手を胸元に持っていき手を合わせました。事故から49日目、明神寺一つとなってご住職の回復を祈願しお助行に励んだ日々。ご住職がはっきりと目覚めるというとても素晴らしいご利益でした。これは明神寺みんなのご信心が変わるきっかけとなりました。そこから苦しいリハビリを乗り越え2ヶ月ほどしたある日、ご住職は明神寺に帰ってきました。みんなありがとう。ご住職、ご住職お帰りなさい。ご住職ありがとうございます。ありがとうございます。お帰りなさい。この状況にご住職をはじめみんなが感謝を持ち心からご利益を喜びました。これを奇跡と呼ばずに何と呼べるのでしょうか。奇跡はただ待っても起きません。大目の力で奇跡を引き起こしたのです。